笹山市にあります JA 丹波笹山にお邪魔しています。今回ご一緒してくださるのはこの方です。自己紹介お願いします。はい、JA 丹波笹山の畑中でございます。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。畑中さん、はい、JA 丹波笹山、はい、この地域はどういう地域になりますか？兵庫県の中央部の東部になりまして、うん、京都と大阪との隣接をしておりましてね、うん、でまあ、ここはだいたい標高200メートルぐらいのところですね。で、山に囲まれました笹山盆地というところでございましてね、霧がね、霧深いんです。え、そうなんですか？霧ですか。霧が出るんです。知らなかった。霧が出てね、はい、そういうのが昼夜のこの温度差が、温度差がね、激しい、はい、激しいと霧が出るんだ。あって、でそれがまあ特産の作物にもええというようなことでね、はいはい。どういった特産物があるんでしょうかね。丹波笹山っていうのがつくんです、はい、何、食べ物の前に丹波笹山コシヒカリ、あ、ついた、丹波笹山コロダイズ、ついた、丹波笹山山の芋、山の芋、それから丹波栗、丹波栗で、丹波笹山牛、あ、牛ね、牛があります。今6個やけど7個指折れてたけど、あ、そうか今分からんくなった。お茶もあります。お茶、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 お茶。私たちね、すごいこう農業を応援しようということで、はい、今日も来てるんですけど、はいはい、なんかこう、うちらが手伝えることありませんかね。特産を皆さんで PR していた、うん、あ、PR ね、特産の PR、うん、その特産を広めるにあたって婦人会っていうのがあるっていうのを聞いたんですけども、はいはいはい、あの笹山牛の婦人部だと思うんですけど、はいはい、まあ、その方たちで、コロッケですかね、ほうほう、笹山牛のコロッケを作っていただいて、美味しそう、美味しいんですよ。じゃあそれを私が食べて美味しいって言えば広まりますよ。そう、広まります、ね、はい、行きましょう。決まりました。今日やることが決まりました。作るんは手伝えへんのかいな。ということで、農業を応援するためにですね、丹波笹山肉牛婦人部の皆さんのところにやってきました。よろしくお願いします。すごいダイナミックな名前です ね、肉牛婦人部という、ガッツリガッツリ、これすごい思ったのが、うん、肉牛、牛肉、牛肉じゃなくて肉牛なんですよね。牛肉婦人部にしなかったんですね。これも肉牛がこだわりのところですね。あの婦人部いうのは、うん、その旦那さんが、はいはい、あの牛肥育農家なんですよ。はあ、はいはい、それの奥さんたちで婦人部になってる。そういうことな、ね、なるほど、はい、肉牛、肉牛を飼ってる、はい、なるほど、乳牛じゃなくして肉牛の方ですね、はいはいはい、こちらの肉牛婦人部のリーダー的存在なのは前田さんなんですか？はい、いや、そんなこともないんですけど、一応いやいやいや、一応一応でもそれはリーダーだったら部会長さんでいらっしゃるんですよね。はい、部会長さんでいらっしゃるんですよ、間違いないですよね。はい、主に何をされてるんですか？コロッケを作ってることが、コロッケを作ってる、ね、コロッケメインになってますね、今は。その今言われてるそのコロッケっていうのは、もちろん牛を使った、はい、肉牛、はい、肉牛で、はい、丹波さんの、あ、笹山の、笹山の、はいはい、丹波笹山の、はい、コロッケの味付けだったりとか、うん、作る、言ってみれば工程とかは皆さんが考えられたんですか？全然白やった、素人だったんですよ、はあ、全然それ家庭では作ってたんやけど、うん、そんな大量生産いうの全然したことないんで、ご家庭で作るのはね、うんうん、でいろんな方から教えてもらって、はい、もう失敗もしながら、うんうんうん、で今に至って、はあ、みんな今は自信持ってみんなやってます。あくまでも手作りなんです。手作りです。ここですよ、ここです、はい、確かに。1日どれくらい作るんですか、手作りで？一回にだいたい400ぐらい平均、400個、はい、もうちょっと、はい、多い時もあるという、そうそう、400、230、手作りです。それ何人で作ってるの？6人で夕方6時からそれもするんです。あ、え、それは何でですか？みんな勤めてる人もあるし、お仕事した後でや、昼間仕事してる人が、お家のことももちろんあって、で6時から集まって、6時から10時まで4時間で400ぐらい。大変。今日は僕来ましたんで。そうです、ありがとうございます。チャッチャッと作りました、はい、僕はもう今日はね、もう本当ね、ターザンさんが作って私が食べるということで、ご参加しておりますので、しっかりとお手伝いさせてください、はい、よろしくお願いします。